今からですね、東福寺駅前の、立ち飲み平山に行きますよ。平山、今ね、立ち飲みの平山に来てます。ここもね、めちゃくちゃ楽しいですよ。本当に最高。今から飲みますからね。いただきます。ハイボール。なんかここもね、僕の視聴者さんが来られてましてですね、ちょっと軽く登れてます。楽しいですね、ほんまに。これめっちゃ濃いハイボール。これイエース、はい、濃いすぎるって。濃い、濃いで、うん、濃いハイボール。イエス、うまい。あ、そのままや。そのままですよ、そのままですよ。何も変わらないですよ。ええ感じや。ええ感じですか。ありがとうございます、ありがとうございます。すいません。餃子いただきますよ。餃子、ここの餃子ね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。いきますよ、これちょっとね、このタレ、タレ、タレですね。タレ、タレ、タレにつけていただきますね。じゃあここはすごい、これね、餃子、餃子うまいです。うん、うまい。いただきます。うん、うん、うまい。うん、じゃあ山根じゃん、いやいや、これね、きめの細かいニンニクの効いた餃子で美味しいです。最高。似てます、似てます。これ大事、これ大事。ちょっとマスターです。一瞬だけちょっと横側だけ入れてきますね。一瞬だけ、今ちょっと料理してる方、この人ね、カンムリアのもみさんにそっくりなんですけど、勝手に僕が思ってるだけかもしれませんけど、もみさんの料理早い。あ、腕は早いかもしれない、手は早いかもしれませんね。うまい、めっちゃうまい。うん、最高。ちょこっと、はい、うん、機械みたい、ちょこっと行きはったんですね。はい、行って、そして、立ち飲み兵のね、マンゴー、マンゴーじゃない、ごめんなさい、キーマカレーです。キーマカレー、ね、マンゴーが入ってるらしいですよ。ちょっとね、果肉の甘みが入ってると思います。ちょっといただきます。キーマカレーいただきますよ。キーマカレーめっちゃ美味しそう。この店のめっちゃうまい、これ美味しいわ。これね、前伺った時になんかマンゴーが入ってるんですよね。甘みと辛みとスパイシーさがミックスしてめちゃくちゃ美味しいですわ。酒のあてになりますね。これともハイボールとか最高ですよ。これね、ハイボールだね。うん、めっちゃうまい。これおすすめしますわ。ぜひ来て来られた方、キーマカレー注文してみてください。美味しいですから。これ贅沢煮らしいですよ。贅沢煮っていうのはちょっと僕も初めて食べるんですけども、たくあんをわざわざ塩抜きして、それを炊いたやつらしいですわ。どんな味するんでしょうね、ちょっと想像つかないですけども、まあ食べてみますね。贅沢にいただきますね。これね、めっちゃ美味しそうな色してますよね。いただきますね。あ、これ美味しい。ほんまに漬物の塩は抜けてましてですね、一旦漬物にしたやつをわざわざ塩抜きして、炊き直すという、これぞまさに贅沢ってことですよね、きっとね。のみですね、京都ならではかな。これめちゃめちゃ美味しいですわ。うん、うまい。